章一傑は台湾の兵東県兵東市出身の通訳者、元プロ野球選手、右投げ右打ち。中華民国の国籍を有するが、日本国内の高校、大学に通算5年以上在学していたため、NPB の選手時代には外国人枠の例外規定で日本人選手と同じ扱いを受けていた。また、登録名は本人の希望もあり、日本語読みの章一傑にしており、セネームは日本語読みの表記である章だった。台湾大連盟の公平来校などでコーチを務めた。章良吉を叔父に持つなど、祖父から3代続く野球一家に育った。自らも小学3年時に野球を始めて、捕手や内野手を務めた。当時は各体元に憧れ、西武ライオンズのファンだった。日本の高校野球でのプレーを希望し、2002年に台湾から宮崎県の日南学園高等学校に留学して、投手に転向。2年夏の第85回全国高等学校野球選手権大会、3年春の第76回選抜高等学校野球大会に出場したが、選抜では登板機会がなかった。留学前に台湾の高校に半年間在学していたため、規定により3年夏は公式戦への出場資格がなかった。近畿学生野球連盟所属の奈良産業大学に、進学後は1年先輩に桑原健太郎がいたこともあり主にリリーフで起用され、4年時からは主に先発投手として登板した。2008年の春季リーグでは MVP とベストナインを受賞。大学通算16勝1敗、防御率 0.63。第57回全日本大学野球選手権大会では1回戦で延長13回を投げて、完封勝利を挙げ、翌日の2回戦では延長11回サヨナラ負けを喫したが、自身は24時間も経たず2試合で331球を投げ特別賞を受賞した。2008年のドラフト会議で松本圭次郎、藤原弘津浦の交渉権を逃した阪神から1位指名を受け、日本プロ野球のドラフトで指名された初の台湾出身投手となった。ドラフト前は西武か横浜ベイスターズへの入団を希望していたが、12月8日に契約金9000万円、出来高4000万円、年俸1300万円で阪神と仮契約。背番号は19に決定した。阪神時代2009ワールドベースボールクラシックの野球台湾代表候補にも選出されたが、野球オーストラリア代表との練習試合で打球を体に受け、代表入りを辞退した。2009年は後半戦に一軍へ昇格したが、投球練習でコーチ陣から評価を得られず登板はなかった。二軍ではフレッシュオールスターゲームに出場し、同期入団の西村健らと共に優秀選手賞を受賞。また、ウエスタンリーグでは7勝を挙げて、最多勝利のタイトルを獲得した。2010年は一軍の沖縄キャンプに帯同。二軍ではエースとして活躍し、9月7日に鶴直人と入れ替えでプロ入り初の一軍昇格を果たした。当初は9月11日のヤクルト戦で登板予定であったが、チーム事情により9月15日に出場選手登録抹消となり、一軍公式戦での登板はなかった。11月、杭州アジア大会に台湾代表として出場し、銀メダルを獲得した。2011年は充実した先発ローテーションに割り込めず2軍スタートとなったが、8月11日、中日ドラゴンズ戦でプロ初登板、初先発を果たし、5回1失点の好投も、味方打線が0点に抑えられたため敗戦投手となる。2012年、一度も一軍登板がなく、10月2日、戦力外通告を受けた。11月27日、福岡ソフトバンクホークスが育成選手として獲得することを発表した。背番号は138。2013年10月26日に戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。2014年11月28日、台湾中華職業棒玉大連盟の議題、ライノズからドラフト3巡目で指名され、1月10日に入団会見を行った。背番号は41。2018年11月30日に戦力外通告を受けた。2019年には NPB の北海道日本ハムファイターズに職員として勤務。台湾出身の王、柏融が CPBL のラマゴモンキーズから移籍したことに伴う採用で、採用後には王の通訳を担当した。アジゼンドラゴンズが CPBL に再び加盟する2020年からは同球団で投手コーチを務める。速球は最速時速 148km を記録し、制球力もある。ありがとうございます。